これから令和6年度の入試の概要を説明いたします。まず、報道にも提示されているように、令和6年度からの入学者選抜制度が一部変更となります。主な変更点として、共通の検査から面接を除外、第二次選考において第三学年の主体的に学習に取り組む態度の評価を数値化し活用するという点となります。ちなみにこちらは令和5年度までの選考判定基準です。先ほども述べましたが、令和6年度より入学者選抜制度の変更が生じましたので、次の資料より令和6年度の選考基準の説明をいたします。さて、令和6年度の選考基準ですが、受験者を第一選考、続いて第二次選考という順番にて選考していきます。第一選考は募集人員の90%を学習の記録、つまり調査書という形となっております。そして当日の学力検査、これをそれぞれ4対6の比率で点数化します。この中で本校は英語の学力検査の結果を1.5倍に換算する重点化を行っています。100点は150点として計算します。また、令和6年度の選考では面接は実施しません。選考方法です。まず、H、学習の記録、すなわち調査書についてですが、第2学年9教科の評定、それぞれ5段階評価の合計最大45を、第3学年の9教科の評定の合計、これは2倍しますので最大90、その合計135を100点満点に換算します。次に、B 1学力検査です。各科目、国語、社会、数学、理科、英語、100点満点となっておりますが、本校は英語は1.5倍しますので、150点満点として合計最大550点満点となり、これを100点満点に換算します。そして C1、こちらの主体的に学習に取り組む態度については第二次選考において用います。調査書に記載された各教科における第三学年の主体的に学習に取り組む態度の評価をそれぞれ点数化します。評価 A は3点、評価 B は2点、評価 C は1点に換算し、合計27点満点となります。その点数化したものを100点満点に換算します。それぞれの具体的な計算の仕方は、H は135で割って100をかけることで求まります。B1 は英語を1.5倍してから5教科を合計し、550で割って100をかけると求まります。C1 は27で割って100をかけることで求まります。学習の記録の100点満点を H、学検査の100点満点を B1、主体的に学習に取り組む態度の100点満点を C1 としまして、第一選考では H を4倍、B1 を6倍、つまり合計最大1000点満点を S1 値として上位から90%選びます。第一次選考に選ばれなかったものから続いて、第二次選考では B1 を8倍、C1 を2倍の1000点満点を S2 値として募集定員まで選びます。ここでは先ほどの S1 値は関係ありません。続いて、海外帰国生特別募集枠ですが、学力検査、国語、数学、英語の合計点、面接の点数、作文の点数について選考が行われます。こちらについては昨年度と変更はありません。詳しいことを聞きたい場合は、国際教室へ連絡していただき、
ご相談ください。最後に、募集定員は未発表ですので、昨年度を参考にお話しいたしますと、一般募集枠が268名、海外帰国生枠が10名でした。また、学外枠は最大 8% までとなっております。8% というと21名なのですが、別に学外枠を 8%、21名分確保しているわけではございません。募集定員に関しては、ここ数年変更はありませんが、詳細が発表次第、改めて提示できればと思っております。これで、令和6年度入試の概要の説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。